クーテルセルカの戦いは継続戦争での戦い。クーテルセルカ近郊で VT 戦を防衛するフィンランド側とソ連側が衝突した。6月14日朝、ソ連軍はクーテルセルカ近郊を猛爆撃した後、第21軍は前進を開始した。フィンランド第53連隊は抵抗するも猛砲撃を受け返そう。 一部の部隊は必死で防衛戦で抵抗を試みたもののやはり敗走。フィンランド側はさらに第48連隊の一部戦力を投入して防衛を行ったものの突破口の拡大を防ぐ程度しかできなかった。ソ連軍は14日昼には防衛戦を突破した。ソ連軍はクーテルセルカを素通りし VT 戦を包囲しようとしていた。これに対しクーテルセルカの 突破口を塞ぐため、フィンランド軍は、アルベルト・プロマ大佐のもと、別動隊を組織、第一両兵旅団や突撃砲大隊など、不評や戦車、対空車両を投入し、準備砲撃の後6月14日の夜から、攻撃を行った。しかし、ソ連軍の反撃を受け6月15日の午後には、攻撃を中止、クーテルセルカから撤退した。クーテルセルカでの反撃に失敗し、 ソ連軍がクーテルセルカを確保したことによって、フィンランド軍は防衛戦を包囲される可能性が高まり連鎖的に戦線が崩壊。フィンランド軍は全部隊とも VT 戦を放棄し、ソ連軍の進行を遅延させながら次の防衛戦、VKT 戦まで撤退した。ありがとうございます。